奥さん、もういい加減誰かすらわからねえ。奥村。奥豊か。奥村豊か？奥さん。お前一体どうしちゃったんだよ。ついに騎手だけではなく、調教師にも噛みつき始めたぞ。奥村豊か。お前の厩舎と競馬ゆっくり。相性良すぎだろ。は？ここ5年で3頭。奥さんの厩舎の馬を買って、全頭勝ち上がり。重賞、勝率2割超えって。変なキャッチャーより打率あるぞ。掲示板率は7割超え。奥先生。ありがとうな。2022年のステイヤーズステークスはオック印のアイバプリムドールで2着。奥さん。もう少しで競馬ゆっくりの夢。一口馬主で重賞制覇を成し遂げてくれたよな。そして、2023年アメリカジョッキークラブカップ。伝統の G2AJCC、奥さん。大事に大事に育ててくれて、4勝してオープン入りしたシルクのアイバスタッドリーがついに重賞取りに挑戦するよな。奥さん。確かにお前はダートで2勝利、1勝クラスを突破した俺のアイバインディゴブラックを2桁着順ばかりをマークしながら、芝に使いまくるというとち狂ったことをしている。これが現在進行形なのが辛いけど。まあ、賞賛があるのだろう。奥さん。スタッドリー。期待してるからな。そして、優勢。優勢。は？坂井優勢。お前もどうしちゃったんだよ。お前毎週坂井優勢に絡んでんな。優勢。お前も競馬ゆっくりと相性良すぎだろ。は？過去5年のデータだと10回乗って、3勝。勝率3割。おいおい首位打者も見えてくるな。3割バッター坂井優勢。そして、この勝利すべてが奥村豊か厩舎の馬。もうここまで来ればお分かりですよね。そう？俺たちはソウルメイトだったんだよ。お前今までの動画見返してこいよ。奥さん。優勢。俺たちの絆で AJCC 勝とうな。もう頭に覚醒剤。売っちゃってんね。俺、ソウルメイトの勇姿。中山のゴール前で、待ってるから、もうスタッドリー確証って、俺わかってるから。こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は相場のスタッドリーが AJCC に出走ということで、普段はやらない競馬予想の動画をやるわよ。テンションが上がっているのは結構だけど、だいぶタバラのトースポの影響か最近の動画、怪文書気味になってるわよ。やっぱりタバラの怪文書を見ると嬉しくなって、同じ YouTube のフィールドにいるから超えていきたいからね。いやいや、それは最終的にはシャブ中になっちゃうわよ。にっこり。タバラの怪文書は G1 の時にしか見れないからね。合間は競馬ゆっくりの怪文書をお楽しみいただければ。おお。でも、前置きからするとスタッドリーが本命なんだろうけど。心情的にはね。でも、正直同じシルクの勝負服のエピファニーが魅力的に見えるけどね。これは裏切り者ですわ。未勝利から4連勝。3連勝は実力がある程度あればできるけど、4連勝は本当に実力がないとできないからね。おお。ここでもタバラ理論を振りかざしますね。タバラ理論では今は亡き高級も含め3階級で連勝するのは相当強くないとできないという論調だったけど、エピファニーは4階級。未勝利から準オープン勝ってるからね。まあ、言うて未勝利は1勝クラスと2ありイコールだし。それでも3階級制覇だからね。能力は折り紙付きだと思うわ。レースぶりも先行という安定したレースをするし、おお、AJCC って昔は賞金的にも格的にも8大競争に次ぐレースみたいなところがあったし、有馬記念を使わなかった菊花賞馬なんかが出たり、連戦で有馬記念使った一流馬が出たりするレベルの高いレースだったんだけど、今じゃレースの消耗度が激しくなって、ローテーション的に年末の大レースとの兼ね合いで、レベルは落ちている印象はあるわね。そういう流れから一番人気になりそうなガイアフォースの見方ね。ネット競馬によると想定オッズが単勝1倍台。ちょっと見込まれすぎな気はするわね。杉山厩舎で菊花賞まで松山公平が乗ってたのをルメールに乗り換わり、勝利の風は吹いているし、セントライト記念勝ってるし、
コース実績はあるわね。さらに有馬記念で菊花賞を2着になったボルドグフーシュが2着に来ているし、1着はイクイノックス。明け4歳馬のレベルは高そうだけど、私は切りたいわね。は？ボルドグフーシュは強いと思いたいけど、相手なりに走る感じがするのよね。おお、年明けのルメールは信用できないし、ヤマニンゼストの日系新春杯の構想を見ると買いたくなるけど、オッズ的には美味しくないからね。軸にはしづらいわ。かといって、小馬のメンツを見るとちょっとどうなの？って思う馬ばっかりだからね。ほとんどが前走惨敗してるし、重賞レースばっかりだけど、正気に戻った競馬ゆっくりから見るとアイバスタッドリーの評価も2走前のムーンライトハンデで負けたレインカルナディオが重賞路線で通用してないのを見るとね、どんぐりの背比べってこと？そうね。高級制度がなくなって、オープン場がどんどん増える仕組みにしたから、明確にオープンの中にも通用しないそう。リステッドレベル、重賞レベル、G1 レベルとクラスみたいなものができてるからね。だから、重賞や G1 で惨敗してもここではポッと主役になるっていう現象は十分に期待できるわ。逆に重賞実績が世代限定戦しかないガイアフォース軽視に繋がるわけね。展開的にはバビットが短期で引っ張る流れになるだろうけど、構想したオールカマーとは違い、中山は開催が進んで、内側は荒れているはずだから厳しい。それにノースシャトル、ガイアフォース、エピファニーと先行勢に有力馬が多いから、ますます厳しい。先行勢に有力馬が多いとバビットを射程に捉えたら、あとは仕掛けのタイミングの勝負になるわね。そうね。横の馬に抜かれずに後ろの馬に刺されないタイミング、内が荒れてるから、先行勢が最後の最後で厳しくなり、最後の直線、追い込みが決まると思うのよね。だから上がりが切れる馬を飼いたいんだけど、その面で言うと飼える馬いないのよね。は？まだスタッドリーの方がじっとしてれば、切れそうな連中だからね。ユーバーレイベンは最近元気ないけど、確かに切れる馬だったけど、過去形になっちゃったからね。確かにレベルの落ちるここでは買い時ではあるけど、金層ではレースが終わった頃に足使う馬になっちゃったし、それにオッズ的にも上位人気で単勝オッズ10倍も超えないだろうしね。金層構想組のエヒトはどうかしらね。57キロに増えるからねー。厳しいかと。また、ノースブリッジも府中ばかりの実績で中山だとどうなの？っていう評価ね。って考えると、まともに考えてもスタッドリー、ちょっと勝負になりそうじゃない。そうなれば嬉しいね。ここに予想のまとめを出しておくけど、本命はエピファニー、対抗スタッドリー、ターンアナガイアフォース、あとは難解すぎて絞れないわね。おお。ガイアフォースは結局入れるのね。こういう時ルメールは3着までには調子悪くても来るだろうと踏んでね。買い目はスタッドリー単勝ね。いやいや、それは願望じゃないのよ。にっこり。願望抜きにするとスタッドリー軸でワイド、3連単は本命、対抗と2、3着付けのガイアフォースで点数を減らして買うわね。競馬ゆっくりの買い方的に総流しとかはしないからね。こういうレースは軸決めて総流しが馬券上手い人なんだろうけどね。それならどんな買い方するの？3連単ならエピファニーとガイアフォースを1着、2着に固定して総流しね。スタッドリー消えたんだけど。スタッドリーは犠牲になったのだ。点数減らしの犠牲にな。以上になります。まあ、難しいわよねこのレース。ガイアフォース信用するかどうかだけど、おお。でもスタッドリーは優勢の上騎乗で大外から来てもおかしくないし、本当に楽しみだわ。優勢わかってるよな。オックさんもインディゴブラックの惨敗続きとイーガン騎乗拒否で得を積んだし、わかってるよね。なんか大きい振りに見えるのは私だけ。やめろよ、縮小ライブ配信とかやりたいんだからさ。高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは。